こういった形で Y 字の骨になってまして、軽くね火で炙って、ハモの骨抜きについて紹介いたします。西の方ではもう夏の風物詩的なね、夏になったらハモを食べるという、まあ関東でいうねサンマ、秋になったらサンマを食べるみたいな感じでね、西の方ではよく消費される魚なんですが、ハモっていうのはねすごい骨が多い魚で、通常はね骨切りをして食べるんですが、今日はハモの骨の抜き方を紹介しようかと思います。扱った方はわかるかと思うんですが、表面がねぬめりに覆われているので、まずはこのぬめりを処理してから調理していきます。鍋にお湯を沸かしまして、少しだけね水を加えて85度ぐらいの熱湯を用意しまして、ハモの身全体をこの熱湯にくぐらせます。まあ、大体ね5秒から10秒程度くぐらせまして、先ほどの熱湯にくぐらせたハモをこういった形でね氷水に取ります。そうするとこのハモの表面のぬめりが白く浮いてきますので、白く浮いてきたぬめりをたわしなどでこすって落としていくと、こすりますとこんな感じでたわし側にねぬめりがついて、表面を触るとわかると思うんですが、ぬめりがね落ちてくるはずですので、まずはこの表面のぬめりをしっかり落とすと、一度水洗いをしていくと。お湯に通しましたので、表面のぬめりはしっかりと落ちているかと思うんですが、ハモのお刺身っていうのはね皮付きで刺身にする場合と皮を引いて刺身にする場合の2通りがありまして、皮を引いて刺身にする場合はこのままさばいていけばいいんですが、皮付きのままね刺身にする場合はここでもう一度お湯にくぐらせると、2回目に通すときはねちょっと温度高めで、だいたいね、まあ、沸騰して火を止めた、だから98度とか95度ぐらいのお湯に通すようにしてくださいと。まあ、お湯に通す時間はねだいたい10秒程度。ハモのね皮っていうのはね非常に厚くて硬い皮でして、さばいた後にもう一度火を入れてもいいんですけれど、さばいた後だとね身に火が強く入ってしまうので、なのでさばく前にね2度湯引きをすることで、多少なりともねこの表面の皮を柔らかくしておくと、1度目に落としきれなかったぬめりが浮いてくるかと思うので、ここでももう一度ねぬめりをよく落としておくと。まずはね頭を落として腹を開いて内臓を抜いていくと。頭がついたまま下ろす方法もあるんですが、まあ、僕の場合はね頭を落としてここからさばいていきますね。この内臓の抜き方が多少ねポイントがありまして、通常はねこのへその部分から腹を開いて内臓を抜いていくんですが、ハモはねこのねへそよりもこのね尻尾側に内臓が詰まっているので、へその奥のこの内臓の部分を切り開いていくと。開けばわかると思うんですが、へそよりもだいぶ尻尾寄りの部分にね内臓が入っていますので、血合いがなくなるまで、まあここで血合いが終わりますので、このね血合いの位置までまずは腹を開くと。続いてねこういった形でお腹を開きまして、ここで内臓を抜き取ると。まあもちろん釣り針がある場合があるんで、釣り針には十分注意してほしいんですが、内臓はねこんな感じでね腹膜を掴んでこんな感じで引っ張ってくると、血合いも綺麗についてきて、あちょっとね血合い外れちゃいましたけれど、血合いごと内臓が抜けていくんですよね。綺麗に内臓を取れますので、でももしね卵なんかあったら取り置いて昆布締めなんかにして食べると美味しいと思うんですけれど、血合いが綺麗に取りきれなかったらね、まあ、こんな感じで骨抜きなどでつまんで引っ張れば血合い取れますので、腹の中を綺麗にすると。ここで一度ね腹の中を水洗いすると。腹の中を掃除しましたら、ここからハモを開いていくと。腹開きにすることが多いんですが、腹開きのねコツはね、ハモの骨が
三角形の部分と平らな部分があるっていうのをね、意識しながらさばくと良いのかなと思っておりまして、この尻尾の部分を開いていくと、このね、尻尾の部分っていうのは骨がね、平らな骨なので、もう通常のね、腹開きといいますか、骨に沿ってね、包丁を走らせれば自然と開けるので、こっちのね、尻尾側はさほどね、難しい作業ではないかなと思いますね。続いてね、こっち頭側を開いていくんですが、頭を開く際のポイントは、このね、ハムの骨っていうのが三角形の骨をしていると、骨の形を意識しながら包丁を入れていくというのがポイントでして、通常のね、三枚おろしだとこういった角度で包丁を入れていくと思うんですけれど、ハムのね、この中骨っていうのは三角形の形をしているので、包丁をね、こういった角度で入れなければならないんですよね。そう、だから、まあ、通常のね、魚を下ろすときがこのような角度だとしたら、ハムの場合はこんな感じでね、包丁を立てながら切り進めていくと、最初にね、この骨の入り口を見つけましたら、なるべくね、包丁を立てて、このね、三角形の骨の形を意識しながら包丁を進めていくと。尻尾の方まで来ますと、先ほど開いた部分とつながりますので、あとはね、ゆっくりゆっくりこのヒレの際まで包丁を進めていくと。開けましたら、続いてね、反対の身を外していくと。まあちょっとこの辺切り口がね、まあ、デコボコになっておりますんで、こういうね、デコボコがなるべくないように開いてくださいなと。こちらの身を外すときは、まあまた一緒ですよね。尻尾側から包丁を入れまして、骨が平らな部分まで開きましたら、先ほどと同様に、このね、包丁の角度をつけて、続いてね、この骨のね、三角、この骨の形に沿わせて包丁をこのように立てまして、骨を切り進めていくと。骨をつけたまま開く方法もあるんですが、ここでね、一旦ね、この骨は切り離してしまって問題ありませんので、中骨のこの三角形の角度に合わせて骨を最初に切り離してしまうと、こういった形ですね。中骨は外れるんですが、この位置にこのね、背びれの骨がまだ残っておりますので、今度はね、まあ出刃包丁でもいいんですけれど、僕の場合はね、柳刃包丁を使って、今度はこのね、残った背びれの骨を外していくと。ハモ自体が長くて扱いづらいので、作業しやすい角度にハモを置いてもらって、身にね、残ったこの背びれの骨を引き取っていくと。ハモをね、この開きで大きく使いたい場合は、ここからね、背びれを抜いて、このね、ミシン骨っていうのかな、このね、細かい硬い骨を抜いていくっていう作業があるんですけれど、まあ、今回はね、これ刺身にするので、この片身ずつ使うので、身をね、半分に渡してしまいますよ。ここに背びれの硬い骨が残るので、背びれごとね、この硬い骨を切り離すと。半身の状態にしましたら、続いてあばら骨を包丁ですき取っていくと。まあこれはね、通常の魚でも行う作業だと思いますので、あばら骨と腹膜をね、すき取るように外していくと。朝までね、生きていたような鮮度のいいものを刺身にすると思うので、結構ね、この段階で身の弾力が強くてね、プル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 包丁を跳ね返してくるような感覚があると思うので、力を入れすぎて手を切らないように注意しながら作業してくださいと。胸びれが残っていますので、胸びれの位置で頭を切り離すと。ハモの骨抜いていくんですが、さばいたこの頭ですとか、まあ、中骨だとか腹膜、こういったね、ハモのね、端材は非常に美味しい出汁が出るので、湯引きして汚れ落としてお吸い物なんかにすると非常に美味しいので、無駄にしないようにお伝えだけしておきますかね。
ちょっとね、作業しづらいので、ハモの身を半分に渡して、ここから作業をしていきます。ハモの骨っていうのは、どういった形で身に入っているのかを知らないと、なかなかね、抜くことができないと思うので、断面から見た時に、どの位置に骨があるのかをね、紹介していこうかと思います。まあ、こっち側がね、皮目で、ここはね、あばら骨をすいた位置、こっち側があの背びれのついていた位置。ハモの骨っていうのはね、そもそもなぜ抜けないのかと言いますと、ここにね、こう2本骨がこう入っているんですけれど、これがね、触った時に指でね、ハモの表面に出ている骨で、これがね、こう入っているだけなら、ハモの骨っていうのは簡単に抜けるんですけれど、こういった形で Y 字の骨になってまして、ここにね、返しがついてるっていうのかな。だから骨抜きでね、ハモの骨を抜くことができないと。触るとこのね、表面のこの2本だけ確認できて、このね、中の太い骨っていうのは確認することできないんですよね。ここをね、引っ張っても骨を抜くことができないという構造になっております。この構造さえ理解できれば、意外とね、骨を抜くことは簡単でして、結論から言うとね、こっちから抜くんじゃなくて、ハモの骨っていうのはこの位置から抜いていきますよ。こういった形で包丁を入れて、このね、骨を浮かせてから、こっちの骨を骨抜きで引っ張って抜いていくと、こういう作業をやっているんだよということが分かれば、だいぶね、動画も理解しやすいかと思うので、刺身で食べる際のポイントとしてはね、身の真ん中この位置にね、結構強めの筋があるので、まあ、調理する際はね、この筋のことも意識しながら調理するといいのかなと思いますので、それも含めてね、この後の動画で紹介していきます。背中側の骨っていうのは触ればね、比較的分かりやすくて、こうやってね、白く点点点点点と。腹側っていうのはね、触っても分かりづらいとは思うんですが、白く点点点と身からつけて骨が見えるんですよね。骨の外側に包丁を入れながら身を開いていくと。身を開く際はね、まず人たち、このね、骨の外側のラインに包丁を入れていくと。ポイントを狙って切り込みを入れてくださいと。こういった形ですね。今度はこのね、包丁をこういった感じで、まあ、身をね、開くように動かしながら骨の先端を探っていくと。包丁で開きますと、これね、わかりますかね、このね、白い点々が骨なんですけれど、こんな感じでね、骨の先端が見えてくるんですよね。骨の先端がね、確認できましたら、最後にこの骨をこっちからね、こう包丁を入れて浮かせて抜いていくと。最初にここに包丁を入れて、次にここまで包丁を入れたと。最後ちょっと折り返して、ここの部分を浮かせると。どっちから切ってもいいんで、作業しやすいようにね、まあ、多少身の位置をね、入れ替えたりしながら骨を浮かせるように包丁を入れてくださいと。ここの位置に包丁を入れたんですが、ここに骨が浮いてきますんで、骨が浮いてきたら、あとはね、この骨の先端を持って骨を引き抜くだけ。引き抜くとこういった Y の形をしておりまして、ここのね、この細い骨の先端が身の表面に浮いているだけなので、だからね、この骨をいくら引っ張っても抜けないと。今こっちからこれをね、こう引き抜いていると。ポイントとしてはね、これ骨の際に入れないとね、抜くときに結構身がついてきてしまうので、その点だけね、意識して作業を進めてくださいませ。まあ、背中側のね、骨を抜いたんですが、幅にこれだけの骨が詰まっていると。ハモはね、骨切りしなきゃ食べられない魚なんて言われているわけなんですが、開けば
骨を抜くことも可能ですよ。今度はね、こっちのお腹側の骨も抜いていかなきゃならないので、同じように作業をしていきます。腹と背、両方の骨が抜けましたら、あとはね、切って食べるだけなんですが、ハモのね、身の真ん中に硬い筋があるというお話をしまして、その筋っていうのはね、このちょうど背と腹の境目のこの白い部分なんですよね。骨はないんですけれど、非常にね、筋が硬いので、こんな感じで包丁を入れて外して刺身にするか、軽く筋に切れ目を入れて刺身にするか、どちらかと。この向きにこう包丁を入れるとね、まあ、食感は残るんですが、骨切りをしたのとね、そんなに変わらないような切り方になってしまうので、この真ん中の筋の間でね、こう身を渡して、この筋を外して刺身で食べるのが良いのかなと。食べ良い大きさに切って食べるだけと。このまま食べても良いんですが、ハモのね、大きさだとか、あとね、ものによって皮目がね、二度火を通しても全然噛み切れないなんて場合もありますので、皮目が硬い場合は火を入れてから食べるようにしてください。まあ、理想はね、二度目のお湯をした状態で、この皮が十分に柔らかくなっていることなんですが、まあ、もしね、食べてみて硬いなんて場合は、もうね、炙るしかないのかなと思いますので、軽くね、火で炙って、と2度目の湯引きをする。まあ次にやるときにね、2度目の湯引きの時間を調整したりして、まあ、生で食べたり、湯引きを一度にして皮をね、こう包丁でこう引いて食べたりなんかもね、いろいろな食べ方ができると思いますので、お好きなように調整してお召し上がりくださいませと。食べ方に関しましては、梅肉で食べても美味しいですし、わさびと醤油で食べても美味しいですし、すだちと塩で食べても美味しいですし、お好みでお召し上がりくださいませと。ということで、本日は、まあ、ハモのね、骨の抜き方を紹介いたしましたので、まあ、食べる機会がありましたら、参考にさばいてみてはいかがでしょうか。以上です。